動画をご覧の皆さん、こんにちは。立東の調教担当の庭田孝明です。今週はですね、重賞が3つありまして、いろいろ考えたんですけれども、オーシャンステークスはちょっと難しそうだと。で、弥生賞とチューリップ賞は、私がわざわざ推奨しなくても、あの人気馬同士で決まるような気がしますんで、ちょっとそれ以外のレースから、2レースピックアップして、おすすめしたいと思います。どちらも日曜日のレースですね。まず1つ目は小倉の11レース太宰府特別です。ブライトムーンという馬なんですけれども、この馬の構想パターンが極めて簡単でして、1つ目は小倉が得意ということ、2つ目は叩き2走目で走る、この2点なんですけれども、今回がまさにその条件なんですよね。前走は久々で10キロ減って422キロだったんですけれども、小柄な牝馬にしては珍しく、叩いて体が増えてくる馬でして、この中間もビシバシ攻め馬やってますん で動きも良くなってますんで、叩いての変化が、一変が見込めると思います。馬券の方はですね、まずブライトムーン、結構人気馬が他にいそうで、ブライトムーンの単勝がつきそうですので、ブライトムーンの単勝と、あと馬連でちょっと枠番が発表されていないので馬名で申し上げますと、ブライトムーンからタンタグローリア、エッジスタイル、クリノサンスーシ、ウィンクルサルーテ、エマノ、そしてリングオブハピネスと、これだけ買いたいと思います。続いて阪神の11レース大阪城ステークス、4歳以上のオープン戦から、白山ルドルフですね。前走は休み明けで東京新聞杯重賞で G3 使ったんですけども、この東京新聞杯かなりいいメンバーでして、それで0秒33の6着、しかもですね、道中最高峰から4角で直線外を出す時もちょっとロスがありながらも最後伸びて詰め寄ってます。レース自体もねペースが遅くて、馬場も内寄りで、そんな中外から伸びての0秒33はかなり高い評価ができると思います。でここをもう一頭プラチナムバレットっていうのが人気しそうなんですけども、これ前走約半年ぶりを叩いての、中4周なんですけども、意外と動きが良くなってこないかなという印象があるんです。対して白山ルドルフは叩き2戦目できっちり上向いてきたという印象がありますので、こちらを上位にとって白山ルドルフから馬券を買いたいと思います。道中はいつも後ろから行く馬でして、今回展開が向くかどうか分かんないんですけれども、オープン特別のこのメンバーなら差し切れると思います。まずは白山ルドルフの単勝で、馬券はまたこれも生まれんで、アストラエンブレム、トリコロールブル、プラチナムバレット、人気も考えてこの3点にしたいと思います。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。どうもありがとうございました。